オムライス。ピーマンも人参もなかったから、玉ねぎ、玉ねぎとベーコンにした。まあ別に普通に美味しかったと思うよ。うん、人参とピーマンの味は別にいらないから。ハッピーバースデー帽子匂ってた。そうそう、匂われた。でもさ、普通に臭いと思う。だってさ、だって公演終わってめっちゃ汗かいた感じで、めっちゃ汗かいたのにさ、普通にかぶってるし。ファブリーズだよ、ファブリーズ。あれって洗濯できんの？ああいう帽子って。恐ろしいよね。私にしては3日4日ぐらいかけて食べてる男梅グミ。ちょっと明日の立ち位置の確認させて。
だってさ、空きブロック、空きブロックはまだ日の散歩時しかやったことないから、次。はい、OK。映像じゃない、今日立ち位置立ち位置表。映像また後で見る。とりあえず今はこれで OK。 行けないよ。あのレッスン場に行かなくても多分大丈夫だけど、家ではやってるよ。テレビの液晶とかで鏡にして。やってないわけではないからさ、効率よく覚えられるようになったっていうだけで。トキちゃんってハイチュウは食べない？あんまり食べないかも。でも好きだよ、スパイチュウとか。え、ハイチュウとかプッチョも好きだよ、ユウ。
ただちょっとみんななんか話してよ。みんなが眠くなってきてるよ。なんか話して。ポキちゃんはどこの化粧水使ってる？イプサのザ・タイムアールアクア、これです。で、イプサの乳液も使ってます。乳液はね、使うときと使わないときがあるんです。なんかめんどくさくて使わないときある。化粧水だけで済ませちゃうときとかあるけど。オムライス上手にいかなかったの。やっぱりふわとろの卵は上手に綺麗にご飯のそのケチャップライスの上にパカってなるのは無理なんですよ。硬いさ、あの薄焼き卵とかなら大丈夫だけどさ、やっぱふわとろの卵は見栄えが全然良くないから写真は載せないでって言った。天津飯作ったことない。そうなの。ポキは卵片手割りできる。ラストマイルアンナチュラル見てからがいい。うん、じゃなくても全然大丈夫だったよ。知らなかった多分アンナチュラルとミユを知らなかったとしても大丈夫。ユウなんて一口も食べてないのにケチャップライス味見もしなかった。ローラリレリローラローラリレリローラローラリレリローラ、元気ですか、ようやく会えて本当よかった。やっぱ人間直接顔見て見つめ合って Say hello。 あれから何してこうしてました。そんなことどうだっていいよね。人に乗って踊ろうぜ踊るしかないし、やっと近くに来てバスタブ今日だけは全て忘れて、もっともっと激しく激しくステップ踏んで完全燃焼。じゃあもう多分みんな集まってると思うから聞くわ。明日の公演来てくれる人。え、何毛色って、私の髪の色ってこと？ポキポキ木曜日だけどみんな、え、ポキポキ木曜日なのにさ来るの？東京の人すごい、ありがとう。もつこ200回なの明日。
ポキは202回目明日202回目です。202、203、204、205、206、10月で206ですね。明日のね、髪型決まりました。あ、そうだった。両席祈願しないとみんなが柱の外に行っちゃう。明日来てくれた人がいい席になりますように。さっきオムライス作ってなのでさ、手がめっちゃ玉ねぎ臭くて、玉ねぎ、臭いですよ。洗ってもの、そうなの。なんかステンレスのなんか石鹸みたいな、こうやってやったら治るらしいよ。目は痛かった。今日の玉ねぎ目痛かった。わくるーってなって、こんななってやってました。玉ねぎによって。アナちゃんが誕生日帽子の匂い嗅いでたの知ってる？知ってるよ。ほんと失礼なことするなって思った。私もアイドルなのにって。あ、これも食べないと。グミを食べ、ゴーグルかけて切るほどではない。北川賢治歌いたいんだから。あ、今度はこれ。
う。これが一瞬だ恋なんだ失うものなんかね万歳。これはフルでは歌えない、ワンハーフしか歌えない。イントロとサビしかできない。
シェカも歌いたいけどね、優待のシェカ。これはハマりました。
大人列車も歌いたいんですけれども、大人列車私若手選抜じゃないので歌ってないんです 言わせないで 言わせないで、大人選抜じゃない、間違った、若手選抜じゃないって。若手選抜じゃないの、3期生で2人。あとね、ゆうはね、突然 Do Love Me やってないんだけどね、突然 Do Love Me と、君とどこか行きたい、今回のライブでめちゃくちゃどちゃくそにハマった、ありえないぐらい聴いてる。えらいハマっている。でももう歌えるのない。ポキがフルで歌えるまで練習したのない。シェ歌えるの私。ちょっと待ってて。ミュートだった ミュートだったのに喋ってた私。一回カラオケ シェカラシカ好きで歌ってるから大丈夫、あ、大丈夫っていうかあるのは知ってた
喋ずっと喋ってた一人で。シェ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 カシェカシェ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 カシェカシェシェシェカシェカシェカラシカ。バリバリ全体オペの生き様、黙って見てどうよ。オスオスオスケー、フルノグ捕まれた風を素通りさせて、今ここで勝負してやる。止まる素性はどう過ぎた過ぎた、負けてもイエス、後悔しねえと頬に光る涙の勲章を。イエス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 、続いて強がって順調を守らせてくれ、最高の出会いだったぜ。シェカ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 ラシカ。人は誰も恋をして思い通りに行かずに、これ好き。新曲 HKT48 さんが新曲ですって言ってシェカラシカを発売した時からユウはこれ好き。めっちゃ見てた、ミュージックビデオ見てたし、情報、朝の情報番組とかでインタビューをしてるところも見てた。
もうだ、もう歌う曲ないです。もう歌わない。明日のドゥルルダダダダ。まさか NGT メンのチェーンオブラブが聞けるとは夢にも思わなかった。言う出てないけどね。言う出てない、チェーンオブラブ。言うが今回のライブでハマったって。言ってる。突然ドゥラブミーも。言う出てない。イエーイ。やっぱりシングルの PR 期間って言ったらいいのかな、新曲ですって歌ってる期間はやっぱりねきつい。ポキメンタル弱いから、全部ポキネガティブだから、ポキなんかとかどうせポキはってなる。だから自分でテンション上げないとやっていけない。イエーイとか、いろんな媒体で昇格おめでとうございますって取材をしていただくことが最近あったんですけど、まだ自分の中でも本当ね、引きずるし根に持つしネガティブだしマイナス思考だから、全部いいように捉えられないんだよね。取材していただくことのありがたみとか感謝はもちろんあるものの、僕やっぱ向いてないんだよねアイドル。引きずりだから。
早く立ち位置とかポジション覚えられるっていう面しかアイドル力がない。萌え台詞もできない、可愛くないし応援してくださってる KMT がすごい熱量があってすごい熱狂的に応援してくれてるのは分かってるけど、そんな人気ないから言う。本当にだから困っちゃう。自分の立ち位置分かんない。元気、元気なんだよね。元気なんだけど、じゃあフェスとかこういうライブとかで一瞬の花火披露しますって非選抜が恥で一瞬の花火のリハのパフォーマンスを見るとかも言う。耐えられないんだよね。苦しくなっちゃう。武器弱いわ。今回も何回ああって思ったか。ほんとしつこいんだよね。ずっとさ一瞬の花火聞いてみんな NGT48 10枚目シングルやった、シングル出せたぞ、みんなたくさん聞いたの、一瞬の花火いい曲だよって PR してるのに、ポキだけ一瞬の花火聞くたびに胸が苦しいなって。そんなの NGT のメンバーとして良くないじゃん。いつかさ、じゃあ分かんない、それがいつなのか分からないし、ただの予測でしかないけど、じゃあ周年公演でシングル曲を披露するってなった時に、じゃあ正規メンバーで一瞬の花火を披露しましょうってなったら、ゆう前向きにリハできんのかなとかめっちゃ考えちゃう。分からない、次いつ次シングル発売させていただくのがいつか分からないけど、次
選抜していただける保証もないし、そこまで私が耐えて NGT48 にいるかどうかもわからない。どうしよう、苦しい。まあこの世にアイドルがいっぱいいる中で自分の思い通りに活動できてる人は多分ごくまれというか、ほんの一つか一握りだった。一つかみってこうかな、こうなのかな、一握りだった。間違えた。しようじゃん、一つかみ間違えた。ちょ、さっき料理してたからさ。ポキ弱いから。ポキ弱いからみんな。ポキは弱いって思って応援してください。口が悪いからめっちゃ気が強い鋼のメンタルって思ってる人もいるかもしれないけど、めっちゃ弱いから。ほんとよくアイドルやってる。うん、負けず嫌いなんだよね。あ、てか言う、今日やらなきゃいけないことある。でも12時もやろうよ、やろうつか
12時までやろうって思って計算して始めてんだよな。だいたい10時半ぐらいに始めてる。めっちゃ計算したのに早くやめようかとしてるわ。みんなハート欲しいでしょ。みんあのサインはね終わる絶対。でもハート書きたくて。ハートで飾り付けしてるからするからこれから。カニはあのサインにいる。サイン以外にはカニいない。マジもうちょっとさ余裕を持ってサインやりたいんだよ。いつも思ってんの。いつも思ってる。なんかなんでこんなさ忙しい時にさ限ってサイン、なんかすごい常にどの時もそう。あ、一番最初の時渡り鳥の時のサインはねまだ余裕あった。うん、その時は余裕あったのにめっちゃサボってコツコツやらなかったから徹夜した。サインだけだ、サインだけだったらマジですぐ終わる。もうすぐ、あ、もうこれ終わって30分とかで終わってるけど。ハートを描きたいのよ。みんながハート欲しいって言うから。前回名前のメッセージがえぐい量。そうそうそう、それはね本当に凝っちゃった。めちゃ凝っちゃったんですよ。今回さその凝る部分がないからほんとサインをしてハートを書くっていう。枚数的には前回と比べてどう？指針ができないということでちょっと減りました。前より少ない。多分メッセージないなら1枚でいいって思った人が何人かいるのかなって感じがする。そんな大幅にも減ってないけど。大幅に減ってんのかな。あれは大幅っていうのか、ちょっと感覚が分かんない。少し減ってた。渡り鳥、あの別、一瞬の花火って3回今サイン書きやってるけど、渡り鳥からあの別でギョンって増えてまた渡り鳥に戻った感じかな。多分そんな感じかも。
そう、前回よりもしかしたらワクワクがないかもしれない、サインとハートだけって思ってたらワクワクがないかもしれないけど、直筆のねサインだからぜひ大切にしてくれたら嬉しいなと思うよ。ちょっと早いけどやめようかな。あ、忘れずに取んないと針のシール。ペロ。じゃーん、針だよ針。今回はねそんなに多くないです。3枚目、足と肩と付けたままお風呂入ると痛い？痛くない。なんかたまにちょっと痛いなって思う時あるけど、取る瞬間って痛くない？たまに痛い。ほんとたまに。おう。そうでもね、針がそんなに太くないから。できました。 6です。肩に2枚、腰に2枚、足に2枚です。じゃじゃん。これがさ、この間さ自分で撮ってあのゴミ箱に捨てたはずだったんだけどさ、洗面、その捨てたのがこうちょっと床に落ちちゃって、ゴミ箱から床に落ちちゃってたのか、こう手にくっついたままゴミ箱に捨てたと思ってたのか、こうピュッと床に落ちちゃったのか分かんないんだけどさ、あの知らぬ間にさ洗面所のさ床に落ちてて、アンナが踏んでさ痛いって痛いって思ったら U の針シールだった。ごめんねって。めっちゃ面白かった LINE で、あの家族のグループ LINE で、洗面所にこんなのが落ちてたんだけどって針シールの写真が送られてきた
私です、私が犯人です。画鋲くらい針ある、いや画鋲よりは全然細い、全然細い、細細。はい、男女読みます。13位リヤマさんありがとうございます。12位ブッチャーさんありがとうございます。11位あかりちゃんさんありがとうございます。10位キット、ポキは弱いんじゃない、強くないだけ、さんさんありがとう、ありがとうって言っちゃった、ありがとうございます。9位突破キューさんありがとうございます。8位ひよりげたさんありがとうございます。7位リアちゃんズさんありがとうございます。6位アベベポキさんありがとうございます。5位ゴンちゃんありがとうございます。4位一田さんありがとうございます。3位片山さんありがとうございます。2位ハマッピさんありがとうございます。1位まこいもさんありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。明日は公演だよ。みんな気をつけてきてね。バイバイ、ごきげんよう、おやすみ。